どうも、岡田千恵里担当プロデュームのテクタンと申します。はい、3月の限定ガシャが終了しまして、工場ガシャ追加されました。今回の SS レアはたまちゃんでございます。ということで、たまちゃん2週目おめでとうございます。はい、これでね、ボイス実装アイドルちゃんで2週目出てないアイドルちゃんが、あとはスズホのみになったんかな、うん、かな。そんな感じでね、ずっと2週目待ってるアイドルちゃんもどんどん追加されてね、順調に追加されていってる感じになります。今回のね、たまちゃんの衣装とかイラストがね、すごく良くて、まあ、そのあたり見ていきましょう。はい、ではまずアイドル詳細、誠の花道脇山たまみということで、たまちゃんはボーカルトッカーセンター効果クールボイスの特技刻まれた志ということで、9秒高確率のスライドアクトってなっております。はい、9秒なんでカバー率が一番いいわけではないんですけれどもね、スライドアクトまだまだ使える場面あると思うんで強いと思います。はい、特訓前のね、こういう私服ってすごいいいよね。アイドルちゃんの私服すごい好きです。好きです。でね、特訓後のイラストがすごい良くて、これあたらよずきの3人、まあ、かりんちゃんとあやめ殿も同じようなね、ステージ、同じようなっていうか同じステージなんかなのイラストとなってて、なるほどっていう感じですよね。これはもう3人で踊らせたいよね。もう衣装もなんかいい感じで、すごい相性良さそうな感じになっているんで、まあ私ね、まだ工場のかりんちゃんも2周目のあやめ殿も持ってないんですけれども、はい、じゃあ次はSレア見ていきましょう。フローズンダンサー澤田マリナということで、マリナさんが来ております。まだまだね、ちょっと冬のカードが出てるっていう感じにね、なってます。特訓後はね、雪の女王みたいな感じやけど、ダンサーって言ってるから、ちょっと露出度の高いね、なんかダンスするような感じの衣装となっております。はい、ではお待ちかね衣装を見ていきましょう。はい、1周目のね、振袖とは全然違う感じで、正統派アイドルっていう感じになってるよね。このチェック柄っていうのが正統派アイドルっぽくなってて、でもね、ところどころ和の要素が入ってたり、家紋みたいなのが入ってたりね、ここ手のとことかヘアアクセサリーとか、ところどころ和っぽい要素も入れつつ、正統派アイドルっぽい感じになってたりして、たまちゃんらしいアイドル衣装じゃないかなって思います。いや、結構ね、可愛くて好き。いや、これは本当にあたらよずきの3人で揃えたいっていう気持ちはあります。はい、じゃあまあ引いていきましょう。優勝スタージュエル全然ないやん、こう見たら。今日はここと、じゃあメモリアルセカンドだけね、納税させていただきます。またね、課金しておきます。いつの間にかなくなってたんや。じゃあ引きましょう。はい、最近ね、デレの方の納税はあんまり調子がよろしく合いません。ちなみに前の限定ガシャもね、Sレアすら引けずにちょっと終わっちゃいました。はい、無料お願いします。今日でラストかな。はい、あー、青封筒ですね。 Sレアだいぶ初期に引いたよ。久しぶりに見たね、この日な。ブレって初めて初期に引いた覚えがあるよ、このこのね、イラスト、まだボイスが実装されてなかった時期に。はい、じゃあセカンドだけ引いて、優勝スタージュエル8残して終わる感じで、はい、ロードなし、悲しい。ということで、はい、今回のガシャ紹介していきました。こちらのたまちゃんのガシャが16日中旬までってことなんで、もう中旬までなんで、次がね、ノワールフェス始まると思います。
はい、予想動画も出してるんでね、見てください。いや、早いね早いね、もうフェスかもうフェスか、明日明後日でしょ、早い。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。